来年の11月に来るが3本のコースが、はい、来年一応3月、7月、11月、1年に3回で1本ずつのコースとあるんですけれど、はい、今日のご予約で来年の7月が最初になります。衣食住ラムです。今日はですね、今から刈谷ハイウェイオアシスの方行きまして、まあそこでちょっと仮眠取りまして、明日ですね、まあ、近くの三河湖の方に行ってみたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いいたします。せっかくのね、刈谷ハイウェイオアシスなんですけど、ちょっとかなり雨降ってますんで、まあこのまま降りずに、うなぎの三河の方に向かって走っていきたいと思います。
は右側です。お疲れ様でした。だし茶漬けセットからうなぎのだけそれからあゆそれからおすすめしし丼いのしし丼を頼みました。はい、シシ丼、イノシシ丼ですね。来ました。こんな感じ。はい、お吸い物ついて。じゃあ、いただきます。あ、なんか、シイタケが効いてる。めちゃくちゃ簡単なんだけどね。あ、ちょっと。ぜひご覧ください。テキストは51ページです。ナスのミートソースご紹介します。では、藤本先生、お願いします。はい。さあ、これからの季節、どんどん美味しくなるナスですよ。今日はね、ちょっと1個が大きめ。これで 100g ぐらい。この3本使います。で、まずはヘタを落としたいんですけど、ヘタはここの割れてる部分、ここギリギリで、癖もなく美味しい。食べるものの持ち場を。うなぎが来ました。じゃあ、何だ、なりたい自分をイメージする、鏡を見て目を閉じる。うん、油乗ってすごく残念し食べ物から始める。線状降水帯が発生して記録的な大雨となったところがあります。この時間は雨のピークは超えています。崩したくないの。崩した雨の方は6から8分に2時間かかってきているところがあります。ただ福島県ではそれまでに降って一番降っているところがあるので、土砂災害に警戒が必要です。ごぼうも入ってる。そしてこの後前線上の低気圧が近づいてくる関東で、お茶漬けで食べる最後ね、だし茶、だし茶漬けとなり、南部を中心に激しく降るところがあるんです。これがだし、政府の経済財政政策の基本方針、いわゆる現地かかった。あ、晴れてきたね。天気が渡るわ。晴れてきました。はい、それでは今からですね、関谷酒造蓬莱泉吟醸酵母、そちらの方に向かって走ります。250m先右です。
蓬莱線銀城工房到着しました。ここで空の予約ができるということで行ってみたいと思います。麹ソフト甘酒にし混ぜ込む。すいません。あの、クー予約とかってなんか できるんですか。そうですね、あのクーは、予約の方法は2種類ありまして、はい、180ミリがお店の方で売ってるんですけど、あ、そうなんですか。そうですね、こちらの QR コードから、うん、シリアルナンバー打っていただいて、うん、予約する方法が一つと、うん、あとお店に来ていただいたので、うん、名前を登録していただいて、うんうん、でそちらから予約をしていただく。どっちでもいい。そうです、あのどちらも予約していただいて1年待っての、うん、あの引き取りになります。で、来年の11月に空が3本のコースが、ね、来年一応3月、7月、11月1年に3回で1本ずつのコースとあるんですけれど、ね、今日のご予約で来年の7月が最初になります。あ、これが7、11、3ってなる。あ、違う。あ、そうです。来年の7月、11月で、再来年の3月っていうふうになりますね。こちらでよろしいですか。お金はいつ？お金はその時です。あ、その時。はい。で、銀のご予約はどうされますか。銀はまた来年11月に2本のコースか、うん、来年7月、11月に1本ずつのコースかなんですが。銀。銀ってちょっとわかんないんですけど。あの、クーより上のクラスですね。で、クーより辛口だと言われます。はい、ありがとう。あれ、仕込み水めちゃめちゃ飲みやすい。あ、何？お水。押した分だけ水が出る。ちょっと飲んで。ご視聴ありがとうございました。